ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。我が生涯に一片の悔いなし。ラオウなのか？おーい。霊夢まさか？あれだけハンバーガーは丸飲みするなって言ったのに。ちょっと邪魔しないでよ、最後の一瞬の練習してるんだから。なんだよそれ。いつか最後が来るんだから、歴史に名を刻むようなかっこいい死に様をと思って。どうせパクるなら自分に飛行をついて天にエネルギーを全放出していけよな。飛行をつこうとしたら月指したからやらない。でもオリジナルは思いつかないしな。私らしい死に様をひらめくためにヒントちょうだい。しょうがないな。だったら今回は壮絶な最後を迎えた武将を3人ピックアップして紹介するぜ。もちろん死に様だけではなく生き様も解説するから参考にすればいいぜ。ゆっくりしていってね。最初に登場するのは予言めいた絶叫を残し死んだインテリ武将太田道灌だ。聞いたことないけど有名な人なの？様々な功績を残しているが、特に有名なのが江戸城の築城だぜ。ってことは徳川家康の家臣なの？そうじゃない。家康が江戸幕府を開く100年以上前に江戸城の前身は建築されたんだぜ。そうだったのか。代々太田氏は扇ヶ谷津上杉家の家裁を務める家系だ。七助清は、関東不走の暗者、つまり関東で並ぶ者がいない知識人と呼ばれ、その息子道灌も幼い頃からとても聡明だった。だが聡明すぎたせいで奢った態度をとっていたんだ。周りから妬まれたりいじめられたりしちゃうわよ。だな、出る杭は打たれるのが世の常。父は息子の将来を案じてあえてこんな苦言を呈した。おごるもの久しからず。ちゃんと言うこと聞いたの？いや、15歳の道灌はこう言い返した。おごらざるもまた久しからず。知的なこの反抗期はめんどくさいわね。戦においても頭脳をフルに使い多くの計略を巡らせてきた。そしてそれまでの戦の戦法を大きく変えたんだ。それまでって？源平合戦以来、戦場では騎乗した武将の一騎打ちが主流だったんだ。両者が名乗り合ってから合戦に突入していた。武将がメインで、周りにいる足軽はあくまで武将のサポート役でしかなかったんだ。やあやあ我こそはってやつだね。道灌は足軽部隊を編成し、騎乗した敵武将を取り囲んで槍でついて引き倒すっていう足軽戦法を確立させたんだぜ。確かにその方が足軽を活用できていいわよね。計略を考え抜いて戦の要として重要視したのが築城だ。守りは大事だもんね。そのうちの一つ江戸城が建てられたのは1457年のこと。室町幕府が設けた関東を統治する鎌倉府の最高職鎌倉公方の足利重氏が、山内上杉憲忠を暗殺したことから始まる京徳の乱。この戦いの真っ只中、道灌は家督を継いだ。嫌な時に継いじゃったわね。関東は利根川で足利家と上杉家とに分断し戦うことになるんだけど、道灌は利根川下流域を抑えるために建てたのが、江戸城の前身とも呼べる城なんだぜ。江戸城の他にも川越などにも築城し、どれも見事な出来栄えだったことから築城名人と呼ばれるようになった。戦法やら築城やら、きっと普段から色々と勉強をしてるんだろうね。そうだな。歴史をはじめ医学や兵書、箇所なんかも読み、全部で数万巻も集めていたとも言うぜ。歌も？お城とか戦いには関係なさそうだけど。確かにないけど和歌の勉強もしていて、道灌は歌人の大家としての一面も持ってるんだ。それにはこんなきっかけがあると言われている。ある日道灌が鷹狩りをしていたら急な大雨に降られてしまい、雨宿りに民家を訪れたんだ。そこで道灌は雨よけに蓑を借りようとした。今なら知らない人が来たら傘は貸さないけどね。すると少女が山吹の花を差し出したんだ。意味わかんない。花じゃ濡れちゃうじゃないの。道灌も少女の意味不明な対応に怒って帰ったんだ。だがこれには意味があった。五十一首にこんな歌がある。七重愛花は酒ども山吹の、実の一つだに泣きぞ悲しき。日本語でオケ。山吹はたくさん咲いてるんだけど、貧しくて貸せる実のはなく心苦しいですって意味だ。そういうことか。道灌は家臣からその歌を教えられて恥、そこから和歌の勉強を必死にしたそうだぜ。頭いいから、自分が知らないことを少女が知っていたって悔しさも原動力になったでしょうね。さて、道灌が使える扇や上杉家は関東を支配する上杉家の一つで、格上の山内上杉家をサポートする家柄だったんだ。だが道灌の活躍によって28年にも及んだ京徳の乱は終結し、扇や上杉家は勢力を拡大した結果、上下関係が逆転したんだ。出る杭は、じゃないけどなんか心配になるわね。そうだな、まさに父親が案じたことが起きてしまう。逆転された山内上杉秋貞は気に食わない道灌と扇や上杉家を失脚させようと考えた。そこで明貞は道灌と扇や上杉家の仲違いを企てた。でも頭の良い道灌を陥れるのは難しくない？さすがの道灌は明貞を警戒していた。衝突することも予測し江戸城の防御を厚くし準備をしていたんだ。だったら負けないわね。
ところがだ、道官は身内には無防備だった。そっちか。主君の奥義や上杉定政は能力もあり活躍している道官が目障りだった。そこに秋定が付け込み、道官に謀反を企てているって噂を広めたんだぜ。とんだ濡れ衣じゃないの。だとしても定政には関係ない。抹殺する口実になるからな。道官を上杉邸に招きお風呂を勧めたんだ。丸腰っていうか丸裸になっちゃうわ。ああ、道官はまさか主君に裏切られるなんて思ってないだろうな。入浴している最中になすすべなく切られてしまった。そして死に際に道官はこう絶叫したんだ。東方滅亡と、私たちのオリジナルのこと滅亡するの？東方プロジェクトは関係ない。これでは主家の上杉は滅亡するだろうって意味だ。そっちね。主君に裏切られ血まみれになりながらこう叫んだのは予言だったのか。それとも自分がいなければ滅亡するぞって脅しだったか真意はわからない。その後の上杉家はどうなったの？定政は山内上杉家との争いの最中に落馬して死んだ。やがては両家とも関東進出を狙う北条早雲に付け入る隙を与え、道官が死んで60年後には奥義や上杉家は滅亡したんだ。60年って微妙な年月が流れて入るけど、道官の言った通りになったわね。さて、次に登場するのは滑腹自殺をし胃がんの病巣部を秀吉に送りつけたとされるマルチ武将には長秀だ。いろいろと突っ込みどころ満載だけど、マルチ武将って何？長秀は織田信長の家臣の一人なんだが、家臣にはそれぞれこんなあだ名が付けられているんだ。木綿藤吉、米五郎座、かかれ柴谷、尻時佐久間。金冠頭がないけど？悪口の方じゃなく、働きっぷりを表した言葉だ。木綿は丈夫で何にでも使える、米はどんなものにも愛誰からも必要とされる存在。あと二つは戦上手と退却上手って意味だ。この中の五郎座がおさひでのことなんだぜ。お米は大事だもんね。でも何をしたらそう呼ばれるようになるの？今川桶狭間の戦いで破った信長は斎藤家が支配する美濃へ攻め込んだ。この美濃攻めで、斎藤家の拠点の一つ道保羅城を包囲するなどの活躍をしたんだ。それだけじゃ米っぽさはないんじゃない？米っぽさとはなんだ？もちろんこの戦いだけじゃなく、信長が足利義昭を奉じて上洛した時にも武功を挙げたりと、信長の家臣の中で初めて一国を与えられるほど活躍した武将なんだ。まだ戦しかないわ。そんなんじゃ米は名乗れないわよ。そうなのか？軍事だけでもなく政治面でも活躍していて、安土城の建設では総奉行を務めた。よし、米として認めよう。誰目線なんだ。軍事に政治に大活躍をした長秀は信長に重宝されていた。しかも信長の一つ下ってこともあって、長秀を友であり兄弟とも言ったって話もある。だったらずっと信長に仕えてたんだね。そうだぜ。もともと、庭家は終わりのしばしの家臣だったんだが、長秀から信長に仕えるようになり、その後一度も裏切ることなく仕え続けた。そんな人もいるのね。だが主君との別れはやってくる。誰もが知ってる本能寺の変が起きるんだ。大事な時に長秀はどこにいたの？大阪だ。四国に向かい長宗我部元親の公約にあたる信長の三男信孝をサポートする予定だったんだ。だが明智光秀が謀反を起こし信長が撃たれてしまった。もしかしてさっきのあだ名の4人に入れてもらえなかったのが謀反の理由なんじゃない？どうだろうな。ともかく長秀は中国地方から急いで戻ってきた豊臣秀吉と合流し、山崎の戦いで光秀を撃っている。ブラザーの仇は撃てたわね。その後、信長の後継者を決める清須会議が行われ、長秀ら重臣が信長の孫を秀吉を支持し、後継者は孫の三法師に決まるんだ。この後継ぎ問題で対立していた秀吉と柴田勝家の間に戦いが起き、長秀は変わらず秀吉につき勝利に貢献をすることになった。木綿と戦うあてが戦って木綿が勝ったわけか。そういうことだな。だがこれが長秀を死に追いやってしまう。どうして？戦に勝利した長秀は秀吉に仕えることになった。これまで秀吉を支持していた長秀だが、秀吉は信長の意地から権力を奪い、自らが天下をつかもうとし始める。ずっと織田家に仕えていた長秀からすると許せることじゃない。確かにそうよね。お前を支持したのはお前の出世のためじゃないしって感じよね。秀吉に対し長秀が取った手は自害だった。攻めちゃえばよかったのに。自分が味方した結果、織田家が損なってしまった無念さ。さらに織田家をないがしろにする秀吉への抗議だったと言われている。しかも、長秀は晩年胃がんを患っていたようなんだ。その病巣部を滑腹自殺するときに取り出し、秀吉に送りつけたそうだぜ。痛いって。まあ長秀の死には諸説あるんだけどな。長秀の腹に咳虫って虫がいたって話もある。げ？虫？仮装しても虫は燃え残ったみたいで、その姿は石亀に似た姿をしていたくちばしを持っていたそうだ。何それ？お腹の中から疲れちゃうの？どうだろうな、長秀は腹の苦痛に耐えかねて刀を突き立てたとも言われているぜ。
みんなは刃物で裂いて取り出さずにすぐ病院に行こうね。さて、最後に登場するのは壮絶な最後といえばこの人。日本初の爆死者松永久秀だぜ。今では対策ゲームとかアニメとかが爆死するわよね。例えば。やめておけ。久秀の生まれについてはよくわかっていない。だから低い身分の出身だったと言われているが、その才能により出世をしていくんだ。出世街道はどこからスタートするの？久秀が歴史に登場するのは三好長慶の家臣としてだ。当初は右筆。つまりは書記や秘書として仕えていたようだ。やがては才能が認められるようになると公家や寺社との交渉役も任せられるようになった。公家とか相手の態度ですぐに機嫌を損ねそうよね。久秀は礼儀作法や教養を持っていたから問題なかったようだぜ。交渉役をこなす一方で、三好家の重臣としても出世していき、さらには長慶と共に室町幕府将軍足利義輝の側近のような立場になる。順調に出世してるわね。そうだな。久秀の地位は長慶の子供と同等まで上り詰め、大和国の管理も任されていたから一国の大名のようになっていた。長慶は弟や長男が次々亡くなると、自らも病に伏せなくなってしまう。身内の死は久秀が何かしたんじゃないの？弟の死には久秀の暗殺説があるが真実はわからない。主君を亡くした久秀は三好家の重臣三好三人衆と共に、三好家を支えるが両者は対立し戦いが始まった。東大寺に陣を張っていた三人衆を奇襲し、東大寺に火をかけ大仏も燃やしてしまうんだ。罰が当たるわよ。戦況は三人衆が優勢し久秀は苦戦していた。そこに信長が足利義昭を奉じて京に進軍してきたんだ。久秀は速攻で信長に茶きつくも神なすを献上し心中するんだ。三好から乗り換えたのね。久秀は信長から引き続き大和国の支配を許され、三好三人衆の追放も成功する。信長様様じゃないの。そうだな。だが久秀は信長を裏切った挙句に2回目の裏切りで壮絶な爆死をすることになる。裏切りは1回で十分でしょ。近隣の大名たちが信長を討ち取るために結託したんだ。久秀も一緒になって信長包囲網を作った。仲間には誰がいたの？包囲網には武田信玄や浅井長政、朝倉義景や敵対したこともある三好三人衆もしたぜ。昨日の敵は今日のなんちゃらってやつね。だが信玄が病で亡くなると、長政も義景も敗退。二人衆は自害してしまった。あらら、失敗しちゃったわね。久秀はどうなっちゃうのかしら。降伏し再び心中を許されたんだ。信長は心が広いのね。その5年後、再び久秀は裏切る。今度は上杉謙信と毛利輝元と組信長を討とうとするんだ。一回目で懲りないのかしら。うまくいくと思ったんだろうけどな、失敗した。最終的には籠城することになる。いくら信長でも二回目は許さないでしょ。いや、久秀が持ってる茶釜を差し出すのを条件に、降伏を受け入れるって通達したんだ。茶釜？いいやつなの？古典名ひらぐもっていう、雲が這いつくばっているような形をした茶釜で、信長はよほど欲しかったらしい。久秀に何度も献上するよう迫ったことがあったんだ。だが命と引き換えにと言われても返答はノーだった。命より大事なの？いや、信長が2回目を許すはずはないと思ったんだろう。首と茶釜の両方を差し出すつもりはなかった。久秀は茶釜に鉄砲の火薬を詰め込むと、城の天守ともども爆発させ自害をしたんだぜ。リアルな爆死か。これが日本史史上初の爆死だと言われている。むしろ二度目があったのかしら。まあ爆死は創作だと言われているけどな。単に茶釜を砕いて自害したとも言われている。それじゃつまらんから爆死で。さて、これで壮絶な最後を迎えた三人の武将の解説を終えるぜ。優れたゆえに裏切られた挙句の絶叫と、忠義を尽くしてお腹裂くのと、裏切りを重ねた上での爆死。どれも個性があって参考になったわ。何にせよ周りに迷惑がかからないようにな。これだけいろんな動画に出てるのに、最後は孤独死しろと？っていうか霊夢に生物的な死はないから、人に忘れられた時が死じゃないか？ひらめいた。人はいつ死ぬと思う？人に忘れられた時さ、いい人生だったって爆死すれば歴史に残るわね。それはワンピースのパクリだ。それじゃ、ご視聴ありがとうございました。